どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、ちょっと今海に来てるんですけど、風がめっちゃ強いですね。今日はですね、 GoPro のこの歩き撮りのシステムがまあ完成したので、ちょっとねこれを紹介しようと思うんですけど、まず GoPro7、ハイパースムーズがついてるんで、今この自分を撮ってる方は、ただのハイパースムーズで、外海を映してる方はカルマグリップですね、ジンバルで撮ってます。でですね、こうジンバルに関してなんですけど、結局のところですね、ハイパースムーズすごく良くて、ジンバルいらずなんですけど、やっぱりね、ちょっと今こう斜めにすると分かるんですけど、この状態になっちゃうとどうしようもないんですよね。ジンバルはこうやって斜めにしててもずっと水平保ってるんですけど、そこが弱点というか、これはしょうがないですよね。だから気軽にジンバルなしでもブレない映像は撮れる、こんな風にブレない映像は撮れるんですけど、ジンバル持ってるならジンバルにかなうものはやっぱりないなというところで、自分は、GoPro7 なんですけど、手ブレオフにして、こうカルマグリップを、使っていると。でちょっとですね、今どんな状態でこの自撮りカメラがついてるか見てみましょうか。はい、出てきました、ソニーのアクションカム。さあこんな感じでございます。カルマグリップにこのように、もう1台の GoPro をつけてるわけです。だから GoPro2 台になるわけですね。なので、結構重いんですよ。結構重い。つっても一眼をねジンバルに乗せて撮るのよりは全然いいんですけど、こんな感じになってるわけですね。でですね、もう映ってるんで分かると思うんですけど、マイク、これね、これソニーのマイクなんですけど、自分結構前から、ビデオブログ、モトブログ、バイクのビデオブログやってたんで、こういうちっちゃい系の外部マイクいっぱい持ってるんですよ。バイクなんでヘルメットの中にマイク入れるんで、どういうマイクがいいのかいろいろ試すのに5、6個買ってるんですよね。で、結局バイクの場合はすごいマイクが近いんで、なんていうのかな、感度が低くて、あんまり音のいいマイクを使っちゃうとダメで、結局最終的にたどり着いたのが300円のマイクだったわけなんですけど、でもこうやって外に向けてつける場合に、じゃあどんなマイクにしようと思った時に、このなんていうのかな、台座付きがいいじゃんと。ね、カメラに対してだいぶマイクが近づくっていうのもあって、でこのソニーのマイクすごく音いいんですよ。ちょっと硬いかな、ちょっと高音強いかなっていう気はするんですけど、低音から高音まで綺麗に撮ってくれる。でですね、今日風強いんですけど、結構風の音を抑えられてるんじゃないかと思うんですけど、なんていうのかな、感度が低くて、あんまり音のいいマイクを使っちゃうとダメで、結局最終的にたどり着いたのが300円のマイクだったわけなんですけど、でもこうやって外に向けてつける場合に、じゃあどんなマイクにしようと思った時に、このなんていうのかな、台座付きがいいじゃんと。ね、カメラに対してだいぶマイクが近づくっていうのもあって、でこのソニーのマイクすごく音いいんですよ。ちょっと硬いかな、ちょっと高音強いかなっていう気はするんですけど、低音、その風よけ、今これねスポンジついてるんですけど、2つスポンジついてるんです、二重で、もう1個ウィンドマフもあるんですけど、さっき言ったその高音が強く取れすぎちゃうですけど、このウィンドマフで高音が遮られる、なのでちょうどいいかなといった感じですね。はい、じゃあちょっと分かりづらかったんで今ね持ってきたんですけど、こんな感じなんですよ。このように台座についているマイク、本当はこれこう机の上とかに置いて使うタイプの
まあ、台座なんですけど、これがちょうどね良かったんですよまあ、GoPro 用のこの延長の棒、適当な長さのやつに両面テープで貼り付けてあるだけで、まあ、ついでにこの後ろにねマイクアダプターも両面テープでくっつけて、で、まあ、マイクの線が長いんでここに束ねて、まあ、ぶち込んであると、そういったものになってます。で、あとはこれね、カルマグリップにつけてるんで、カルマグリップ自分の真ん中で取るわけじゃないので、ちょっと斜め向けられるようにこの金属製の自在がついてる、この延長というか、なんていうのかな、アタッチメントをつけていると。で、あとですね、まあ、GoPro の弱点というか、ソニーのカメラなんかは、まあ、特に問題なかったんですけど、このマイクアダプターにマイクをつける、でマイクが GoPro 本体に近いとノイズ入りやすいんですよ。 Wi-Fi のノイズ、プツ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 っていうやつで、自分もいろいろ外部マイク、まあ、持ってるってさっき話したんですけど、例えばこういう DJI のやつとか、あとこういう L 字にこうね可動式のやつとかあるんですけど、みんなノイズ入るんですよ。 Wi-Fi 切ればいいんですけど、でもねソニー入んないんですよね。まあ、あの離れてるせいなのかまではちょっと分かんないんですけど、だから Wi-Fi 入れっぱなしでプレビューすぐ見れるようにした状態でちゃんと外部マイクつなげられるっていう利点もありますね。で、まあ、さっきも言った通り、まあ、このマイクがですね、まあ、ちょっと高音が強い、ね、今このスポンジがこう二重になってて、このでっかいスポンジっていうのはこれのやつなんですけど、ここの上にさらにウィンドマフを巻くと一番高音がちょうどいいかなと、うん、で風の音も一切しなくなるかなと。であとこれ可動式なんで向きに合わせてね変えられるっていうのもあります。ということで、まあ、自分のね歩き撮りで撮ってる映像はこんな感じなんですけど、いやーしかしね、やっぱり 4K60 個まで、こういう風に歩いて、しかも2カメで撮れるっていうね、 GoPro ならすごくいいです。で、まあ、ジンバル使った2カメだとこんな感じなんですけど、今日はですねちょっともう1種類紹介してみようと思います。はい、こちらちょっと今ジェイコさんにつけてもらってるんですけど、 GoPro シーカー、まあ、バックパックというかリュックサックというかですね、これが非常に優れもので、まあ、中もいっぱい入るし、まあ、こんな風にね GoPro も一番上にすぐ取り出せるところにいっぱい入れられるし、ね、こんなところにねこういうポッケもあるし、まあ、ポイントとしてはですね、これ L グランデ、これ長い棒を固定できるようになってるんですよね。で今フュージョンついてますけど、それからここにもね、GoPro つけられるんで、まあ、手ぶら歩き撮りするにはすごくいいと。でちょっとフュージョンなんですけど、これやってみましょうか。はい、こういうことができるわけですよ。でちょっとこれで歩いてみましょうか。さあ今ジェイコさんに歩いてもらってますけど、まあちょっと今手で押さえてるみたいですけど、結構揺れてますねフュージョンね。なんかこう散策するときやっぱりね、フュージョンって360度なんでいろんな面白い映像撮れるんですよね。ちょっと今歩いてるだけであれですけど、じゃあちょっとねフュージョンの映像を見てみましょうか。はい、いかがでしたでしょうか。ということで、GoPro 歩き撮りシステム、ね、このジンバルと2カメセットとこのフュージョンフュージョンというかこのシーカーですね、これいいですよね。だから、まあ、今はね上にフュージョンつけてますけど、フュージョンで撮りながらここの GoPro で、まあ、ハイパースムーズでスムーズなやつも撮れると。でここにこのねカルマグリップつけることもできるんで、もうこのセットがあればもう間違いないかなといった感じです。であとはこのマイクね、これおすすめです。すごく音も良くて
こう近くを撮れるしね。はい、ということで今日は GoPro 歩き撮りシステムの紹介でした。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。